ぶ者のために移して、ぶ者の預言者モハンマド様に礼拝する。アウトブライメシャドアネボジーン、ビスミラヒラハマネボヒーン、ファエンナタタブーン、インホワイトラゼクルリンアーラミン、リマンシャーミントマイネスタピン、وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدو شاہ کرانا قطعی رائیتا یوری عزت نو قطبہ کرا منا سمع و تانگی شمس. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. سدو شاہ کرانا دیان تو مگمی گا داری مسئلہ. まず自己を紹介しますが、私の名前リズビ・カマールと申します。そして22年ほど前から品川区内でボイティ会社を経営しております。私およそ27年か8年日本で滞在していますが、私の日本語で何か誤りのことがありましたら、先に事前に許しを願いたいと思います。さて、先ほど私が読ませていただきました81番の博文書の26節から29節まで4節を読ませていただきましたが、なぜ私がこの作品の26から29節を選んだというのは、そちらもご覧の言うとおりに、人間の外部の説明のために分かりやすいよ、分かりやすい説明できないかなと思います。この説4節しおりなんですが、しかしコランというのは人間のしおりじゃないかなと私が信じています。どうしてと言いますと、コランではただいいことをやりなさいだけと言わないんです。これはコランのこのガイドブックの特徴なんです。これは良いことはどういうやり方、どういうことですかと、こう教えているのです。だからこれは私たち皆さんのガイドブックと私が信じて、今皆様のご覧のように人間のガイドブック、聖コランに名付けました。しかしこれ別に聖コランと反対の言葉ではないです。どうしてというのは、先ほど私が言ってました81節、81章の27節で、In who I am, securing all me. このガイドブックというのは、これは全ての世、全世のガイドだ。そう、
その者が伏せられています。それで、リマンシャーミンコマニアスタキン、それで誰が成功したいなら、人生の成功、まず、また商売での成功したいならば、必ずこの外国語があれば、それを元にして、自分の人生をこれの元にして、こなせば、それでこれを元にして、商売すれば、必ず成功するんです。このために私、自分自身で一つ例を挙げますが、この外国の17番、イスラ書の53節で書いてあるのは、ワホリーバディ・ヤフル・ラディア・マサル。この一つ節で、アラハンドユダ、スモアラハンドユダ、私が自分の商売、それで日常生活の中で成功したのです。ワコリーバディ・ヤフル・ラディア・アーサン、この一つの言葉の意味は、人々のお互いに優しく丁寧に話ししなさい。それでこの日本語の、日本語バージョンのご覧に読みますと、丁寧に話ししなさいと書いてあるんですが、しかしご覧の中で丁重と書いてあるんです。丁重に話ししなさい。私が自分でどうしてこれ丁寧に書いてなかったと。私考えたのは、やはり丁の後の文字、漢字が、これ重い漢字と書いてあるんです。だから丁重と言うべきなんです。どうしてというのは、これはすごく素晴らしい。素晴らしくお互いに話ししなさいという意味で、私の考えで、私分かりませんが、私の考えで多分丁重にしたんじゃないかなと思います。どうしてというと、もっと丁寧に話ししなさい。どうしてという言いますが、私たちみんなが家から日常生活からみんなに、私たちが言うんですが、みんなに丁寧に話ししなさい。しかし丁重に話ししなさいという意味は、もっと素晴らしい話ししなさいという意味なんです。だからこそこれが人間のガイドブックだと。それで私が自分は今商売、動画の商売やっていますが、この一つの節に合わせて私今自分の商売、それで日常生活を、この一つだけの節に合わせて、節に従って、それで私の仲間たちも、こちら平岡さんと石井さんと皆さんがいますが、いつも私の事務所で来ますと、やはりもっともっと丁寧じゃなくて丁重に話ししようとしようと、そう思いまして私が実行したのです。その実行が、私自分で信じていますが、この一つの説で私